坪井久ひ8月5日から1967年6月23日は日本の小説家、詩人、主に一般向器小説及び児童文学を主猟域に活躍した作家で、夫は詩人の坪井茂次。香川県小津郡坂手村出身、夫、茂次と共に1899年8月5日、香川県小津郡坂手村に、 醤油村職人の岩井藤吉の御女として生まれる。蔵元が倒産したことで、父が失職して、経済状態が悪くなり、竹の子守りを請け負い、日銭を稼ぐなどの苦労を重ねるが、坂手小学校、内海高等小学校を卒業する。この時期に、学校図書館や島の本屋の軒先に置かれていた、少女の友、少女世界の影響を受ける。卒業後は、 海焦げ業に転職した父の手伝いをしながら、都会に出稼ぎに出ていた長兄より不定期に、少年、少女などの雑誌を送られて愛読するようになる。1915年郵便局、役場に勤める。この頃から、幼少期よりの無理が、たったり、六膜炎症や脊椎カリエスを患うようになる。1922年にはは科にかかり、かかった医師の医療の後手のために、 生死の境をさまよう羽目に陥る。この頃、里帰りをしていた隣村の坪井茂治と知り合い、交流を持つようになる。1925年に上京し、茂治と結婚。東京都豊玉郡世田谷町麻三宿に今日構え、後に大使堂に移る。この頃、夫の分子活動の影響から林文子、平林太子、佐体猫。 宮本由里子らと信仰を持つようになる。この頃から周囲の御様見真まねで手習い作品を執筆するようになった。執筆作は夫や周囲の人々の計らいで彼らの同人誌や機関誌に載せられるようになる。1928年雑誌「婦女会」が読者日記の検証を行い、これにプロ文誌の妻の日記として自身の日記を出す。 入選賞となったため同作が、婦女会に活字掲載され、賞金30円をもらう。1934年、雑誌、進歩に、坪井豊横の名義で、短編、外科の家を執筆する。1936年、佐田稲子に、坪田常時の、風の中の子供を勧められる。同時に稲子は、境の作風から、プロレタリア文学ではなく、未来に生きる。 子供たちのための児童文学を執筆することを進めた。ここから本格的な執筆活動を開始する。この時、坪田作品に影響を受けて執筆された作品の一つが後にデビュー作とみなされる大根の葉である。1938年、雑誌文芸に本名名を名義で大根の葉を一般文芸作として発表した。一般にはこれをもって デビュー作とみなす。後数多くの作品を執筆するようになる。芸術戦勝文部大臣賞をはじめ、新潮文芸賞、児童文学賞などを受賞。1952年に発表された24の人。1961年、高齢により、機関主全息の発作を起こし、慶応義塾大学病院に入院。翌年に退院するが、以降は発作を抑えるために、 軽井沢にて西洋することが多かったとされる。以降、数度の転院による入院生活を余儀なくされることとなる。1967年に内海町名誉町民の称号を与えられた。同年6月23日に全息発作のため自宅近所の熊谷病院にて死去。去年67、1972年に坪井の文学を検証し、 香川県内の児童を対象とする、坪井久志匠が創設された。ありがとうございます。